はい。入速をご覧の皆さん、こんにちは。えー、慶応大学の岸です。えー、今日は2月10日、えー、でして、えーまあ、連休に入ったんですけども、まあ国会の審議は平日はずっと続いてると。で、この国会では一番盛り上がってるのは政治と金の問題。で、あとはまあ最近、えー、統一協会の問題はまた盛り上がってまして。ただ、えー、この2つの問題に関してはもう自民党の対応はひどすぎると。やる気がないとしか思えないと。えー、この一言で終わっちゃいます。 なので今日はこの問題をやめましてですね、えー、一つ大事な問題提起をさせていただきたいというふうに思っています。で、それは何かと言いますと、じゃあ次の総理は誰がいいのよという問題です。というのはですね、あの、やっぱり支持率がずっと低迷する中で、今自民党の中でも、 で、これ若手に限定しないで、結構執行部に近いような上の人の中でもですね、じゃあこの政治と金の問題であるとかの罪は全部岸田さんに被ってもらって、で、岸田さんどっかで代わってもらって、次の総理にして衆院選っていうのがいいよね、というような話がだんだん出始めてるんですね。で 問題は、じゃあそこで自民党の中の人から上がってくる声、誰が次の総理がいいかっていうのでですね、今一番名前が出てるのが、小泉慎次郎さんなんです。なるほどと。確かに小泉さんがトップになれば、自民党を刷新された感は表面的にはありますので、自分たちもちゃんと当選続けられるかもしれないなと、いうふうに考える気持ちはわからないでもないと。 でも正直言って、こういう情報を聞いてですね、あーと、がっくりきました。というのは、えー、じゃあ次の総理、誰がいいのか。これを選ぶ場合は、どういう基準で考えたらいいのかっていうのを一回冷静に考える必要があると思ってますで。もちろん政治と金の問題も大事ですよね。で、統一教会の問題もま大事でしょうと。で、国内経済の問題も大事でしょう。いろいろありますと。 でも、やっぱり今日本にとって一番意識しないといけないのは今年11月の大統領選、アメリカ大統領選。で、ここでトランプが、えー、当選してまた大統領になる可能性が、えー、どんどん高くなっているということを意識しないとダメではないかと思います。というのは、これ、えー、報道もされているようにトランプさん えーまあ、今回大統領選勝って、えー、また大統領になったら、多分前回以上にめちゃくちゃなことをやります。これ本人が発言しているように、もう大統領になったらすぐ中国からアメリカへの輸入品に60%の関税をかけると言ってるわけです。で、今までの発言から、多分ウクライナからですね、アメリカ引いちゃう、NATO から引いちゃうってことも十分にあり得るよね、と。要はトランプがもし大統領になった場合は、えー、世界の経済安全保障、 両方ですね、めちゃくちゃなことになる可能性が高いんですね。問題は日本も当然その影響を受けるわけです。中国からの輸入費に高関税かけて、じゃあ日本からアメリカへ、アメリカが日本から輸入するものに関税かけないのか。これわかりません。日本の荷物、えー、ある程度かけるってことはやってくるかもしれない。 外交面考えてもですねおそらくトランプは、えーまあ、アメリカ第一主義をずっと貫いてますので台湾問題にはほとんど関心がないと思いますでそうなるとディールは好きなトランプさん中国と台湾に関して何らかのディールをしちゃうかもしれないとで日本が置いてきぼりになるってことは十分ありうるわけですそういうのを考えると当然日本国内いろいろ問題あります政治も問題あります でもやっぱり今日本にとって、えー、当面最大のリスクはですね、このトランプが本当にアメリカの大統領になった場合には、えー、かなり大変なことになるぞと。えー、よくなんかあのメディアとかでモシトラって言われるじゃないですか。もしトランプが大統領になったら、点点点大変だっていう感じで、えー、ただこういうモシトラの議論で、えー、みんな心配するのは、アメリカの国内大変だとかですね、ウクライナ大変だとかですね、どっちかって言えば、あのー、世界のこと。 日本以外のことばっかりなんですねでもそろそろこのもしラはですね日本にもすっごい影響があるんだから日本としてもどう対峙していくかっていうのを考えないといけないとでこれがやっぱり次の総理誰がいいかを考える場合に非常に大事なおそらく最大の要因にならないとおかしいよなと思ってますというのはトランプが前回大統領だった時は日本は非常にうまくやっていたと いう意識ありますよね。で、これは安倍さんが総理で、えー、しっかりやられたからなんです。で、安倍さんもともとこの安全保障にしても、経済にしても、やっぱり自分独自のビジョン、考えを持っていて、あれだけ社交性がある方、あれだけ外交性がある方、で、あれだけ魅力ある人がしっかりやったからこそですね、トランプの信頼を世界の首脳の中で一番得たと。 でも、その当時、安倍さんがどうやったかっていうのをですね、安倍さんの側近だった人たちに聞きますと、あの本当に社交性に溢れてコミュニケーション能力も高くて自分のビジョンもある安倍さんでも、本当に必死になって頑張ったらしいんです。あの安倍さんでも必死になって頑張って食らいついたことでようやく信頼を得られた。 あの私、ちなみに昔、えー、アメリカに5年いまして、2年間留学、あと3年間国際機関勤務で、えー、ずっとアメリカ人とも交渉してましたので、その自分の経験からもですね、トランプってどういう、えー、タイプのアメリカ人かねって考えると、当然かなりエキセントリックな部類の人になるもんでして、で、こういう人にはですね、信頼得るのって結構大変で、やっぱりそういう当然プレゼンテーションもうまくないとまずい。で、そもそも、えー、その内容で、えー、相手を引き込むようなものをしっかり持ってないとまずい。 あとは人間的な魅力。この部分もすごい大事になってくるとで。いろんな要素が必要なんですね。じゃあその観点から考えて、えー、今の日本で最大のリスクはトランプが、えー、大統領になった場合の、えー、対応なんだと考えた場合に、まあ、えー、誰がなっても安倍さんほどの信頼を得ることはできません。だその中で誰がいいのかねっていうのを考えると、多分やっぱり岸田さんだと難しいと思うんですね。あのー、ああいうタイプのアメリカ人は、役人が用意した文章をそのまま読む人間は一番嫌うはずです。 ありない、えー、今いろいろ次の総理誰がいいかっていう候補でいろいろ上がってますよね。でその、えー、顔ぶれをざーっと思い返して見てみると例えば石破さん国民の人気はありますと。でじゃあその石破さんだとうまくやれるかっいうと、えー、なかなか難しいと思います。 で、これ理由はですね、やっぱり、え、独自のビジョン、特に経済については、え、おそらく何もありませんし。で、あとはコミュニケーションという観点からもそこまでしっかり、え、うまくできる感じでは、とは違うかなと。逆にあの、僕とつな感じが魅力だよね、と。なっちゃいますので、国内で受けてもアメリカではなかなか、え、厳しいよね、と。で、あとは、河野太郎さんも人気ありますよね。で、さら河野太郎さんに関しては確かに留学経験もあって英語も喋れますけども、それだと大丈夫かっていうとですね、それだけだとやっぱりちょっと厳しいのかなと。 やっぱりご自分のビジョンがそこまでしっかり、えーえー、どうかっていう部分はありますしで、やっぱり河野さん、基本的に真面目な部分は非常にありますので、でそういうのを考えるとどうだろうと、まあ、ついでに麻生派に入ってる以上ですね、なかなか次の総理で、えー、また、えー、勝負っていうのは結構大変だから、そもそも総理になるのも大変かなと思うんですけども、あと高市さん、当然これ、えー、人気ある方なんですけども、高市さんに関しては残念ながら、総理になるのがまず厳しいと思いますね。 で、やっぱりそれはもう皆さん、えー、ご承知のように、えー、自民党の全体を考えた場合にはそこまで支持が高くないと。で、あとはまあ上川さん、えー、麻生さんもおっしゃいますけど、上川外務大臣となりますけども、えー、彼女は岸田さん同様無理です。彼女は、えー、やっぱりナンバーワンでビジョンを語るというよりも、やっぱりナンバーツ、えーで上が決めたことをしっかりやるのが非常に素晴らしい方。で、そういう方がトップとしてあの変わったトランプと対峙するいうのはとてもですね、厳しいだろうなというふうに思っています。 だから、消去法で考えると、えー、なかなかいい人がいないわけです、自民党の中。じゃあ、誰がいいのかねって考えるとですね、政界全体見回すの一人いるんですね。で、それは、東京都知事の小池百合子さんです。で、もちろん、小池さんの政策、反対の人多いですよね。私もそこは残念ながら、正直言って評価してません。ただ、やっぱり、小池さんはですね、そもそも勝負感が非常に鋭い方。 で、それに加えして、彼女のやっぱり、えー、プレゼンテーション能力、人を取り込む能力、これは続けたものがあるんですね。これやっぱり、えー、アメリカなんかでは非常に大事な要素になっていると。で、そういうことを考えますと、実は次の総理っていうのを真剣に考えるとですね、えー、自民党の中では、えー、結構人材厳しい。だから、小泉慎次郎さんっていう声が上がってるのは気持ちはわかるんだけど、それも相手にもされない可能性高いんじゃないのかな、トランプからはと。 いう感じがします。で、そう考えると小池瑠子さんは逆に、えー、この消去法で考える中ではベストな選択になる。で、まあ、ならざるを得ないというかですね。で、小池さんの政策全体をなかなか僕も評価しない立場としては、えー、でもやっぱりそれでも小池さんが、えー、対トランプを考えた場合はベストになり得るのかなと思っちゃうんですね。 だからですね、あの、ぜひ皆さんに意識していただきたいことは、当然自民党、この政治の高値の問題も、統一協会問題も、今の政権、ぐダぐダですよね。党全体、ぐダぐダですよね。その一方で、国内、株価上がってるけど、景気消してるかありませんから、そういった部分でも問題が多いよね、と。で、どうしても、こういう内向きな視線、えー、なんちゅうか、えー、政治の問題、 大事なんだけど、やっぱりごく一部の問題。えー、ばっかりで、じゃあ次の総理はっていう考えがちになるんですけども。でもやっぱり今、次総理になる人にとって最大の課題は、この対トランプであると。で、そういう意識を持たないといけないんじゃないのかなっていうふうに思ってますので、えー、ぜひですね、この、えー、目の前の政治の問題は不愉快なんだけども、そればっかり。 とか、えー、日本の、えー、局部的な問題だけで次の総理が誰かがいいかっていうのを考えないようにした方がいいのかなと思ってます。というのは、やっぱり自民党はもうだいぶ厳しいですよね。だって、次誰がいいかねってね、小泉慎二郎さんの声がどんどん上がってるっていうのは、もういかにもですね、自分が次の選挙で勝って国会議員で続けることが、えー、最重要課題で考えているとしか思えませんよね。で、日本、 当然政治の側問題いいっぱいあります国内では問題山ほどありますそういった問題もじゃあ小泉さんなら全部しっかりできるのかっていうのも若干疑問はありますけどもそれに加えて今やっぱ最大のリスクはトランプが大統領になった時に、えー、安倍さんの時みたいは無理でも、えー、それに近いレベルで信頼関係を築いてちゃんと日本の国益を守れるかとはこれがある意味で日本にとっての最大のリスクファクター だと思ってますので、えー、そういう観点から、えー、次の総理といのを考えないとダメだと。で、そういう思考をしてなかったら自民党は本当に厳しい状況なんだよな、ダメだよなと、えー、考えざるを得ない。なので、えー、ぜひですね、あの皆さんも、えー、こういった観点から一回、広い目で全体を見て考えていただきたいんです。その観点から、次の総理は誰がいいでしょうこれ、ぜひ皆さんもですね、えー、考えてみていただければなというふうに思います。